今回は2プレイ100円でペヤングを崩壊させます。2プレイ100円なのでいつもより倍遊べます。早速大きいお菓子のプッチョが乗りました。このペヤングは箱の中に小袋が5つ入っています。ペヤングは1975年からマルカ食品株式会社が販売。かなりいった感じ。ペヤング人気ランキングが勝手に始まりました。結構な勢いでカロリーメイトが落ちた。今日のお菓子タワーは崩壊させやすいかも。ちなみに過去に救ったお菓子はまだ家にあります。今回はいい感じに下段に箱が残ってますね。パイン飴は意外と押す力が強いみたいです。ちなみにペアとヤングでペヤングです。縦長のプッチョが超いい位置に来ました。ただ押せないです。大きければいいというわけでもないですね。雨の袋が滑るようで次々と落下していきます。景品口がおかしいです。お菓子を取り除いてゲーム再開です。次はあのプッチョを下段に落としたいです。プッチョが落ちて、しかも絶妙な向きです。ビスコ来た。そんなにいい位置にはまりませんでした。これといって変化なし。これといって変化なし。
猫が押しそで押さない、このもどかしさ。あと少しなんですが、決定打が炸裂しません。激辛系のペヤングは YouTuber の定番ですよね。一度食べたことはありますが、辛すぎて辛かったです。箱の風船ガムがいい位置にやってきました。そろそろでしょうか。また来た。ちなみにこのビスコは隣のタワーの景品です。気を取り直して、第1位は定番中の定番、普通のソース味でした。残ってしまったペヤングもどうせなら救いたいです。美味しそうですね。